皆さん、こんにちは。キレイです。本日もニュージーランドのクラッシたちラスリーゴルフクラブよりお届けします。ちょっと、あいにくの天候なんですが、頑張ってやっていきます。さて、今回の動画のテーマですが、初級者、そして中級者の方が、ついつい行ってしまう、バックスイング時の間違い動作。そして、それに引き起こされる、シャフトクロス。これの改善方法についてお話を進めていきます。世界中の、 トッププロを見てみると以前まではオーバースイングでシャフトクロスというプロも中にはいたんですが今現在ではほとんどすべてのプロがそれとは逆のレイドオフもしくはそれにかなり近い形のトップを作っていますこのレイドオフの特徴は切り返しからダウンスイングにかけてシャフトを寝かせながら使うことができる インパクトで手元が浮きにくいそしてボールに対して直線的にクラブを運ぶことができますので腕の余計な動作というのを極力省いた上で体の回転を主体としたスイングができる非常に再現性の高い動作を行うことができるトップの形といえます。今回の動画では皆さんにも プロのようなトップを作ってスイングを行うことができるように2つのポイントを押さえた練習ドリルを紹介していきますではまずはじめになぜシャフトクロスが起こってしまうのかこの原因動作を解説するために2つのお手本スイングをご覧いただきます 今皆さんにご覧いただいたように、シャフトがクロスしてしまう原因というのは大きく分けて2つあります。1球目にお見せしたように、クラブをまっすぐ上げていこうとするがあまり、手だけの単独操作によってシャフトがクロスしてしまう。 そしてもう一点は、2球目にお見せしたように、そこそこボールを打てるようになってくると、自分の体を動かしやすいように、あるいはクラブを操作しやすいように扱ってスイングを行います。ゴルフクラブというのは、このバックフェース側に多く重量が配分されている関係で、このように開きやすいという特徴があるんですね。そのことから、クラブを横方向に動かしていくときに、 このような動作よりも、この方が、クラブの重量を使いながら、容易に行いやすい。ということから、クラブを上げていくときも、体の回転で上げずに、手首や腕の横方向の動きを使いながら、クラブヘッドのバックフェース側の重みを使って上げようとしてしまう。そうすると、 クラブが横に振られて逆ループの軌道によってシャフトがクロスしてしまう。それぞれ行ってしまう過程は違うんですが、一つ共通点があります。それは体の回転の動作が伴わずに、どちらもヘッドや腕の動きによってバックスインが手動されるということです。 ゴルフのスイングは背骨と骨盤を中心とした回転の運動で行われるのが望ましいのでもちろんバックスイングの動作もクラブや腕の行方ではなくて体が回った結果としてクラブがどこにあるのかバックスイングを行ってトップを作っていく目的というのは クラブを上げていくことではなくて、体を捻転していくということに置き換える必要があります。今回はこの体の動きを主体としたバックスイングの動作。それに対して腕や手首、そしてクラブをどのように扱っていけばいいのか、このようなドリルで覚えていきましょう。ではまずステップ1です。ステップ1では一旦クラブは 置いていきましょうまずは体の動きを主体とした腕と体の同調という動作を覚えていきましょう同調というのは体の動きに対して手元の動作を完全に一致させるということですまずは胸の前で手のひらを合わせてこの状態でバックスイングと同じように体を 横方向に対して回転させていきましょう。体を回したときに、構えたときと同じように、手元が胸の前に来ていれば、これは同調していると言えます。ではこの動作を、膝を曲げて前傾して、通常のスイングと同じような形を作って、同じように同調して体を回していきましょう。1、2、 骨盤が前傾されたことによって腰の可動域がロックされます。ですので膝のこの前後のアクションを上手に利用しながらしっかり下半身と一緒に状態を回していく必要があります。1、2、前傾しても同じように1、2、そのようにしてみると直立した状態では腕は 水平方向に回って同調された動きが作られますが、前傾が入ると手元は上昇していくことで同調の動きが作られるということがわかると思います。これは前傾することによって発生するイメージの違いですね。これはもちろんクラブがある状態でも同様です。 手元が上昇するように、クラブのヘッドも同じように上昇していきます。クラブヘッドって重たいですよね。ですので、しっかりクラブヘッドを持ち上げていく意識がないと、この同調する動きは作られません。しっかりクラブヘッドを上昇させていくイメージがないと、ヘッドの重みに負けて、 クラブヘッドは行きたい方向に行ってしまう。これが横方向に行ってしまう一つの原因となります。前傾をして同調された動きは必ず手元もヘッドも同じように持ち上がっていく。これをまず強く意識していきましょう。そうしましたらこれを踏まえた上でステップ2に進んでいきます。正しく同調されたバックスイングの指導が行われた時に ヘッドは自分の前方方向にありますが、これを背中側に回していくことによって、トップは完成します。この背中側に回していく方法をステップ2では覚えていきます。この時の動作のポイントは、右腕の外旋というこの外側に回っていく動作と、右手首が交側に回っていく背屈という動作になります。 スイングの始動右手首が後側に折られながら、よいしょ。このように回っていきます。右手一本でクラブの重量を支えていくようなイメージ。これがトップポジションの正しい形になります。まずは右手一本でクラブを持って、左手は支えるだけにします。体の回転とクラブの動きを同調させて、その後に 右手首を甲側に折って、よいしょ。よいしょ。このような形を作っていきましょう。1、2。繰り返して、1、2。少し大げさにヘッドを背中方向に振り出す。振り出す。このようなイメージを持っていただいて構いません。体の回転の動作を主体として、 同調された上で振り出されたクラブは右腕の外旋とヒンジという動作によって背中側に回されていきます。まずはこの動作がバックスイングにおける非常に重要なポイントであるということを頭にいてください。では最後、ステップ3です。いよいよドリルを仕上げていきましょう。ここまでの内容で体の回転を主体としていくということが非常に重要である。 ということがよく分かったと思いますが特にこの状態に関しては体が回っていいく方向軸のの角度というものも非常にに重要になります前傾が行われると下半身は横回転に近い角度で回転が行われますがそれに対して状態はこのように縦に近い角度で回っていきます。 ステップ3ではこの動作を覚えていきます。まずはボールに対して構えたら、先ほどステップ2で学んだように、右手首を背屈、ヒンジさせながら、シャフトが地面と平行になるところまで上げていきます。そうしましたら、このまま前方に勢いをつけながら、一気に状態を捻転させていきましょう。正面から見ると、構えて、 配屈、背ヒンじさせたら、1、2、というふうに捻転を行っていきます。もう一度後方から見ていくと、正しくヒンじされていれば、体を捻転するだけで、シャフトはこのように、レイドオフに近い形になります。この状態を維持しながら素振りを行っていきましょう。構えて、 右手首だけを折る。この時に腕を動かさない。右手首だけを折って、1、2、3。連続で繰り返してください。1、2、3、4。このような順序で行ってください。実際にボールも打っていきましょう。今、9番アイアン持っていますが、このようなショートアイアンがおすすめです。まずは6割ぐらいのスピードで構いません。 構えて、1、2、3、4。この時にインパクトがうまくいかなくても構いません。ステップ3の動作を何球かを行って、動作の仕組みが理解できたら、先ほど行ったステップ1、2、3、この動作の全てを組み合わせた上で、一つのスイングとして行っていきます。ボールに対して構えたら、クラブ。 手元、体をしっかり同調させた上で指導していきます。ここから右手首をヒンジさせながら状態をしっかり粘点させてトップが完成。この後で切り返しフィニッシュという一連の動作にしていきましょう。まずは素振り、ゆっくり行っていきましょう。 体を回しながらヒンジさせてトップ。体を回してフィニッシュ。このイメージでボールを打っていきましょう。 それでは今回の動画は以上になります。ご質問、ご不明な点はコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。